今回はトウモロコシと枝豆のかき揚げ丼の作り方を紹介します。コーンと枝豆をかき揚げにすることで細かい粒が塊となり、食感も良く甘みを引き立てて美味しくなります。それをご飯の上に積み重ね、甘酸っぱいタレをかけて召し上がります。それでは作っていきましょう。トウモロコシの皮を剥きます。トウモロコシを半分に切り、縦に置き、実を削ぎ落とすようにカットします。生のコーンではなく冷凍や缶詰でも OK です。タレを用意します。砂糖大さじ2、醤油大さじ2、酢大さじ2、酒大さじ1を入れ、よく混ぜ合わせておきます。香り付けにごま油大さじ1と生姜のみじん切り小さじ1を入れ、合わせておきます。材料はトウモロコシ1本 200g、 むき枝豆 100g と衣にする卵を1個用意しました。コーンと枝豆を1つにまとめます。次に小麦粉大さじ1を入れ、コーンと枝豆の表面にまぶします。こうすることで衣と具が絡みやすくなります。さらに片栗粉大さじ1を入れ、衣の食感を良くします。こちらもしっかりとまぶしておきます。卵1個を流し入れます。全体に絡めるように混ぜ合わせます。卵を使い、ふんわりとした衣にすることでコーンと枝豆の食感が引き立ちます。卵が絡んだら小麦粉を大さじ2入れていきます。粉がダマにならないようにさっくりと混ぜ合わせておきます。鍋に油を沸かし、180度くらいの温度にしておきます。高温の油で揚げることで表面がすぐに固まり、かき揚げとしてまとまりやすくなります。ですが温度が高すぎるとガチガチのかき揚げになってしまうので、火を止めてから油に入れるとちょうどいいです。スプーンですくい、そのまま油に落とし入れます。その時にふんわり浮いてくるのがベストな状態です。カリカリした状態の衣が良かったら、卵を水にして片栗粉を大さじ1をプラスするといいですよ。全部入れたら油の温度が下がるので、少し火力を上げたりして調整してください。ここから2分を目安に揚げていきます。ここから長くなるので早送りにします。表面がしっかりと固まるまではあんまり触らないようにしておきます。一体固まってきたら、お玉などで優しく動かし裏返したりしておきます。
2分ぐらいしたら一度油から引き上げます。油の温度を上げて再度油に落とします。こうすることで油切れも良くなります。だいたい10秒から10秒5秒ぐらいで引き上げます。卵の衣なので揚げ上がりは黄金色に仕上がります。このまま塩を少しかけておかずやおつまみとして食べてもいいでしょう。先ほど合わせておいたタレを鍋に入れ一度加熱しておきます。火を入れることで調味料がしっかりと合わさりまろやかになり、生姜の香りも引き立ちます。一度軽く沸かす程度で十分です。丼にご飯を盛り、その上にかき揚げを積み重ねるように盛り付けます。これでトウモロコシと枝豆のかき揚げ丼の完成です。お好みでタレをかけてから召し上がりください。さっぱりとした甘酸っぱいタレが素材の味を引き立て食欲を増進してくれます。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回よろしくお願いします。